女優の星野真里43が15日に自身のインスタグラムを更新し小学3年生の救済長女が国の指定難病に認定されている先天性ミオパチという障害を抱えていることを公表した写真電動車椅子に乗る娘と夫高野隆弘さんと家族3ショット短歌が得意な星野は目の前にあるのがただの線ならば踏めばいいだけ越えればいいだけ と一読み家族3ショットを掲載9年ほど前に生まれてきてくれた娘のおかげで私は母になることができました。初めての子育てで、おそらく最後の子育ての真っ最中です。とつづり、娘は現在小学3年生。先天性ミオパチーという診断を受け、障害者手帳を手にし、電動車椅子を乗りこなしながらたくましく生きています。と娘の障害を公表した。 私にとってこれが普通の子育てですが、他の多くの方々にとっては普通ではない様々な出来事を経験してきたのだと思います。そもそも普通って何なのかしら、娘と過ごす時間の中で、いろいろな疑問が生まれます、と葛藤を明かす。それらと向き合う時間はいつも私を成長させてくれます。人生の折り返し地点をもう過ぎているのかもしれないと思っている私ですが、 まだまだ知らないことばかりです、と子育てについて綴り、娘のために何かできないだろうか。そう考えた私は社会福祉士の資格を取ることにしました。福祉の歴史を学ぶと、そこにいたのは誰かのことを思って行動してきた先人たちの存在です。人が作り上げた世界を変えるのもまた、人なのだと気づきました。そして昨年度の試験に合格、無事、 社会福祉士と名乗ることができるようになりました。協力していただいた方々にこの場を借りて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。と社会福祉士の資格を取得したことを報告した。今の私に何ができるのかまだわかりませんが、以前の何も知らなかった、知ろうとしなかった私よりできることがあるはずです。まずは私たちのことを知っていただきたい。 これが私たち家族の初めの一歩です、と公表に至った理由を説明した。そして娘のインスタグラムを始めたことを報告し、アカウントも掲載。プロフィール欄には、9歳、先天性ミオパチーの車椅子ユーザー、と記して自己紹介した。星野は、試行錯誤の中での更新となります。ご感想、ご意見をいただきながらスペシャルニーズの当事者として、その家族として、 さらには社会福祉士として皆様のお役に立てるような情報をお伝えできるよう発信していきたいと思っています。お時間ございますときに、ぜひともご覧ください、と呼びかけた。星野は2011年に TBS の高野隆弘アナウンサー、当時、原 CSR 推進室室長、と結婚し、15年に